ようこそ、レコメンダーのドッツマンです。はい、前回はシャダナバーのサマージャム95を聴いていただきましたが、この夏ですね、もう一曲よく聴いた曲があるんです。まあもうね、ほぼ気温は秋、やっとですかね、落ち着いてきた感じなので、ちょうどこの曲もいいかなと思いまして、今日はこちらです。スモールサークルオブフレンズのさよならサマーデーですね。これすごい好きな曲なんですよ。ちょうどいいんじゃないですか、今の時期、さよならサマーデー。あの楽曲の中では確か8月20日って歌ってるんで、ちょうどね1ヶ月くらいずれてるんですが、まあ今年の暑さだったらいいんじゃないですか。スモールサークルオブフレンズというバンド、あのアメリカかなにもいますよね。今の時代ではない、ちょっと前の時代なんですが、まあ同名のバンドなんですよね。福岡に在住されているバンドですね。で、スタジオ75という、グループユニットも同時にやってるんですかね。それで結構海外でもリリースされているようですが、スモールサークルオブフレンズのボーカルのさつきさんがですね、洋服のブランドやってるんですよ。で、結構かっこいいんです、その服が。欲しいんですよね。ちょっと高い。でもいいんですよ、あれ。このシャツがね、いいのあったんです。今、ここに画像出しゃよかったですね。出るかな。まあいいや。今日聞いてもらうこのさよならサマーデーもね、なんだろう、すごい雰囲気がねいいんですよ。とても好きな曲です。なので今日は皆さんにゆっくりとこれを聴いてもらえればと思います。ちょっと短いです。まあ前回ね、無駄な話が多かったので、今日はライトに行こうかと思っております。それでは聴いてください。スモールサークルオブフレンズでさよならサマーデーをどうぞ。ドッツマンはまた次回お楽しみに。ドッツマンでした。バイバイ。